この番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうしたの？踊る骸骨は逃げ遅れた女の首にガブリ！本当かな？ええ、この 1,2 週間白黒山の森で踊る骸骨を見たという人が何人もいるんです。それに白黒山には他にもおかしな噂があって。他にも？ええ、あの山のどこかに希少動物の料理を出す店があるらしいんです。希少動物ってパンダやイリオモテヤマネコみたいな？嘘、パンダを食べちゃうの？あ、俺たち神浜キルミンズとしちゃほっとけねえ事件だろ。そうだね。じゃあさ、明日ママ、明日どうするって？あのね、白黒山に調査に行ってもいい？いろいろおかしな噂があるから。全部聞いたわよ。確かに気になる話だけど。ね、いいでしょママ、パンダを食べちゃうなんて絶対許せないよ。そうね。やったー！まだ言っていいとは言ってませんよ。仕方ないわね。暗くなる前に帰るのよ。はい。キルミンを使うときはくれぐれも気をつけてね。ちょうど渚も白黒山にいるから、何かあったら相談しなさい。なんでポチ姉が山にいるんだ？弓道部の合宿だって。やっぱり自然の中での練習は気持ちいいな。タルスさんも一緒ならよかったのにね。もう、かすみこそどうなの？誰か好きな人とかいないの？私ってほら、奥手だし奥ゆかしい性格だからさ。え？だけどもうじき運命の相手に出会えるような予感がする。白黒山だよ、パンダだよ。変ね、弓道場から合宿所ってこんなに離れてたかしら。ねえ、ひょっとして道に迷ったんじゃない？まさか。あ、そうだ、もしかしたら素敵な人が助けてくれるかも。は？私ね、ちっちゃい頃からずっと夢見てたんだ。あのね、危機一髪って時に。オーマイガー！王子様に助けてもらうの。ねえ、素敵だと思わない？そうね。あら？出た！王子様！おい、君。はあ、立てるか？はい。捕まれ。すみません。足痛むか？ええ、ちょっと。あれ、ここ合宿所？あ、待ってください。お名前を教えてください。通りすがりの者です。かすみ、どこにいたのよ、心配したんだから。今の人は？さあ、かすみ？ヤマンバ？なんだそりゃ。山奥に住む鬼ババのことですよ。希少動物の料理店はヤマンバのお店だという噂もあるんです。もしかして踊る骸骨は食べられたパンダの幽霊なんじゃない？パンダの幽霊？
幽霊じゃねえよな。追っかけよう。かすみ、朝ごはん食べ過ぎたの？え、違うって、胃もたれじゃないわよ。裏若き乙女が切ないため息をついてるのよ。食べ過ぎ以外に理由があるでしょ。恋をしてるの。え、昨日の人、はあ、もう会えないのかな。かすみ、はあ、今のパ、お姉ちゃん、ここで練習してたんだ。やっほー。みんなどうしたの。あの、パンダを見かけませんでしたか。パンダ、こんなとこで何遊んでるの。カノン様、自分遊んでたわけでは。体を鍛えるためここに。鍛える？トレーニングならうちでもできるでしょ。自分山育ちなもので、うん、確かに鍛えるのはいいことよ。でもそれならそれで私に一言言ってからになさい。私はお母様にあんたたちの監督を任されているのよ。勝手にいなくなったら困るじゃない。恐縮です。おい、ケン君の声、なんでここに。あんだ、帰るわよ。いえ、まだその。何よ。気になることがありますので。白黒をつけてから山を下ります。ですから今日中に帰りなさい。命令よ。あ、ん、もしかして昨日の人。うん、あの、すみません、パンダがこっちに来ませんでしたか。いや、昨日はありがとうございました。カトレア学園中等部2年 B 組、宮部かすみ、いて座の B 型です。趣味は美味しいケーキを食べることで、好きな男の子のタイプはサングラスが似合う人です。で、やだ、行っちゃった。で、あなたは。はい、かすみ、ちょっといきなりすぎるんじゃない。そっか、私ってほら口下手だからさ、お願い代わりに聞いてね。私が、お名前は。ハンダ。ハンダさんはこの山で何をなさってるんですか。木登りとか。木登り。枝からぶら下がったり、太い枝で懸垂したり。うわー、かっこいい、サラさんみたい。あ、それお弁当ですね。おかずは何ですか。ささささささいなもので。そうだ、この山にパンダなど希少動物の料理を出す店があるらしいんですが、知りませんか。それだ。何か心当たりでも。ああ、いや、自分もその噂を耳にして仲間たちが心配になって。仲間たち。とにかく気になって調べていたので。あ、そういえば昨日の夜、かすみとはぐれた後、妙な小屋を見たわ。妙な小屋。ええ、近くに道もないし、なんでこんなとこに小屋があるのかなって。どこだ、案内してくれ。はい、案内します。ねえねえ、もっといろいろ聞いてみてよ。いろいろって。メアドとか好きな色とか。要するにお見合いで聞くようなことよ。お見合いね。あの、ハンダさん。はい。子供は何人くらい欲しいですか。ちょっと、なぎさ。3匹。いや、4匹。けん、やだ、そんなに。どうしよう、もう。ハンダさんたら、案外肉食系なんですね。はあ、それよりよ、さっきのパンダ、あれ何だったんだ。ひょっとして、ヤマンバの料理店から逃げてきたんでしょうか。そういえば、前にも温泉で見たよね、パンダ。うん、見たね。もしかするとアライグマのように日本の山岳地帯でパンダが繁殖しているのかもしれませんね。うわ、それってちょっと嬉しい。ダメですよ、外来種が増えれば生態系が破壊されてしまいます。そうだよ、パンダが日本の動物たちを食っちまったらまずいだろうが。パンダは草食動物でしょ。え、クマの仲間じゃないのか。確かに最近の研究によれば、ジャイアントパンダはクマに近いそうです。主食は竹ですが、
時々ネズミなどの小動物も食べるようですね。自分ベジタリアンですから。いえ、あれよ。誰か住んでるのかな。どうだった、コアラの味は。いや、味の方も可愛かったです。いいか、この店のことは秘密だぞ。所長にも絶対言うな。分かってますよ。そうだ、店の奥にパンダもいましたよね。お、パンダもうまそうだな。ひどい、あいつら刑事のくせに。コアラ食べられちゃったのね。待って、どうするつもりですか。助ける、パンダたちを。私も行きます。え、ダメよカスミ。私と一緒ならカップルの客に見えるでしょ。二人で偵察してくるからさ。でもこれは運命の恋なの、命がけなの。私彼のためなら死んでもいいっていうの。え、いや死ぬ気はないけどさ、気持ちはそのくらいな感じなわけよ。はあ、行きましょう。ハンダさん、これが二人の最初の共同作業よ。最初。あ、なんじゃ。あの、食べに来た。一元さんはお断りどす。はい、初めての客はダメっちゅうことじゃ。えれ、あれは、こら、何をする。あの子は自分がもらっていく。そっとけ。ハンダさん、マンバじゃねえのか。もしかすると今のが踊る骸骨の正体かもしれませんね。どういうこと。暗闇では顔の白い部分が目立って骸骨に見えるんじゃないかと。そんな推理は後でいいわよ、早く助けなきゃ。でも相手はヤマンバだぜ。危険なことはしないってママと約束したもんね。でもこのままじゃカスミたちが食べられちゃうわ。そうですよ、刑事さんたちが客になってるようでは警察を呼ぶわけにもいきません。僕たちで何とかしないと。そうだ、裏から入れないかな。見て、裏口がある。あ、穴あんじゃん。俺がこっから入って鍵を開けてやるぜ。お願いね、ケン君。任せとけって。キルミン。お、この匂い怪しいぞ。はチーズミッケ。え、うわ、やべえ。すまねえ、罠にかかっちまった。どうしよう。どうにかしてここ開かないかな。え、普通に開いてんじゃん。相手はヤマンバです。皆さん、ここはキルミンを使いましょう。でも、タマオくん、変身うまくできるの？もちろんです、タマオ。さあ、キルミン。ここでおとなしくしてな。カスミ、どこ？大変、こっちに来るよ。
ンダさん、歯が強いんですね。いつも竹を噛んでるので。いた、あ、すまん、気のせいかね。こんなのあったかの。なんじゃいおのれだ。よし行きましょう。ほらおのれだ、どっから入っとんじゃ。待てこれ泥棒。かすみ待って、なぎさに。かすみさんたちの前で着ぐるみモードはまずいよ。あ、そうねパンダは。これぬいぐるみですね。どう見てもほら。コソトロめ、どうやってロープを切ったのじゃ。コソトロ、かすみ大丈夫。なんじゃおのれらは。コソドロの仲間か。僕たちは動物の味方です。そうよ、パンダやコアラを助けに来たの。このパンダヤマンバめ、ヤマンバ。料理ってパンダの形をしているケーキだったんですね。おばあさんも人間だったんだ。おばあさんじゃない、綺麗なお姉さんじゃ。お姉さんは動物が好きなんですか。ああ、できることならパンダのお嫁さんになりたいくらいじゃわい。それはちょっと。そういえば妙な動物たちが入り込んでおったが、あれはおのれらのペットか。多分森の動物たちじゃないかしら。いいから早く食べようよ。もうそうじゃ、早く食え。わしの作るスイーツは芸術じゃぞ。いただきます。あんまり甘くないね。なんかね。でも私好き。なんか大人の味って感じ。わかるか。はい。わかるか。はい。こんな美味しいケーキ初めて食べました。子供にはちょっと早かったがの。何それ。いらないなら食べてあげよっか。いいよ。おねばさんは味が分かる人にだけ食べてもらいたくてこんな山奥に店を出したんですね。わしは芸術家じゃからの。あの、すみませんでした、変な勘違いをして。ごめんなさい。まあええ。それよりせっかく作ったのじゃ、ちゃんと食え。はい。何か。いえ、なんでもないです。あ、このたぬきおいしいよ。キツネも甘くておいしい。こら。忘れるんじゃねえ。では自分はここで。かすみ何してるの。追いかけないでいいの。いいのよもう。さっき半田さんの素顔を見ちゃったんだけど、ちょっと惜しかったんだな。私美形ってあんまタイプじゃないのよね。はあ。確かに半田さんいい人だったんだけど。で、カノン様、気になることってやつはもう白黒ついたわけ。はい、白でした。まあいいわ。この山で鍛えた成果を今後の革命活動で存分に発揮してもらうからね。は、帰るわよ。暗くなっちゃったね。でも最終のバスに間に合ってよかったよ。そうだね、ヤマンバの正体も分かったし。これで一件落着だな。というよりもともと事件らしきものは何もなかったわけですが。やっぱり踊る骸骨の正体はあのお姉さんだったのかな。おそらくその可能性は高いですね。バス
最終の罰。ああ、またカノン様に怒られる。キングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。